高津笠多栖生は、江戸時代末期の公家。父は、関白、高津笠助宏。母は一条中領の娘、高子。妻は、八須賀仁志博の幼女、智子。東山天皇の男系六世子孫である。安政五年正月、数え十歳にして、十三位に助せられ、同年九月県中納言、左衛門の徳となる。文久二年正月には、 左この江県中将を兼務。翌年2月には、県大納言となった。源氏元年の2月には肖像くらいに除せられ、5月には16歳で、国事御用係に任命されるが、7月に起きた、金門の変において、長州藩に同情し、朝廷と長州との間を圧旋しようとしたため、公明天皇の不況を買い、山頂を停止された。しかし、翌月には、 近親を解かれ、平等に復帰。慶応2年8月には、ジュニーに進む。翌年2月には、三両市長官となった。5月12日、将軍、徳川義信が主催した兵庫開港直教問題を、儀する長議に参加した際には、会議の長さに迫役した、摂政二条成行が参加を提案したのに対し、堂々と、天皇も摂政も将軍も、よしとする直教を、 この会議で決められないようでは、朝廷も今日限りと存ずると発言し、父、助弘にたしなめられるが、この発言がきっかけとなり、吉信の思惑通り直挙問題は解決した。同年8月、タスク生は19歳で休止した。これによって、講子のいなくなった父、助弘は、九条久忠の子、広志通りを養子市に迎え入れた。これ以降、高塚酒は、 関員の宮忠仁親王の第四王子で高塚酒を継承した高塚佐助平の血統で亡くなるが、その血統は長兄の徳大寺キニートが継いだ徳大寺家と末弟の菊亭治が継いだ菊亭家に引き継がれた。ありがとうございます。